こんにちは、スリーフォールジャパンです。今回も前回に引き続き A320 の限定変更訓練の続きをキャプテンジョー先生に教わりながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。やっていきましょうかね。はい、お願いします。マスター入れてから APU スタートですね。そうですね。はい、じゃあ行きます。 APU マスター&APU オン。はい、ここから FMS のセッティングしますので、で、はい、FMS の画面にしてください。 FMS のデータを入れる手順としてはディフリプスっていうのがね、まあだいたいちょっとね、実際の手順とは若干違うんですけど、一、うんうん、つだけセカンドフライトプランの位置だけ違うんですけど、はい、ディフリプスって言って、まずデータですね。データでやってください。では引き続きまして FCU のセッティングでいきます。はい、FCU ってボーイングでは言うかな、言わないかな。コントロール MCP ですね。 MCP だね。はい、そうだ、ボーイングは MCP だ。で、はい、エアバスは FCU というのはフライトコントロールユニットか、フライトコントロールユニットって言います。はい、はい、で FCU のセッティング、まああのはい、機能的にはですね、あまりボーイングと変わりません。はい、ちょっと違うんですけどね。はいはいはい、はい、でも変わりませんけど、まず私が言っていく通りに入れていってください。わかりました。まず QNH は2992ですね。はい、でそうですね、 QNH2992 そのままです。で、はい、フライトディレクターはオンにしてください。はい、そうするとですね、はい、PFD のこのその画面ですね、その画面にフライトディレクターが表示されます。はい、了解です。はい、出ましたね、フライトディレクターが。はい、で LS っていうのは、IRS のインフォメーションディスプレイって言って、あの IRS のインフォメーションローデータが出ますから、はい、リリクの時は使えませんから、はい、LS はそのままオフでいきますね。はい、で大体ですね、リリクの時にそのあそうですね、その上、はい、コンストレイント、はい、コンストレイントっていうのは、はい、ウェイポイントに対するコード制限がディスプレイ上に表示されます。はい、なのでこれコンストレイントを大体リリクの時にオンにしてください。はい、はい、そうですね。そうすると、あ、そうです、そうです、ウェイポイントの下に、制限コードが入りましたね。これが表示されます。はい、でですね、ローズのそうですね、ディスプレイのそれをアークにしてください。はい、アークでリリクの時は大体10マイルでいいです。10マイルのままにしてください。はい、あと VOR 表示は大体 VOR2 も VOR で、そうですね。はい、はい、でですね、こう次 FCU の真ん中のところですね。はい、これですね、一番左からこれスピードセレクトモードですね。これヘーディングセレクトノブ、はい、これがアルトセレクトノブですね。これバーチカルスピードのセレクトノブ、そうですね。はい、下にオートパイロット1、左側のオートパイロットのエンゲージボタン、はい、で右側のパイロットパイロットのエンゲージボタンがあります。はい、でその下にそうですね、オートスラストのエンゲージボタンがあります。はい、はい、その左ローカライザーのアーミングボタン、はい、ローカライザーだけキャプチャーするやつですね、これ。はいはいはい、でアプローチモードですね。アプローチモードについては、はい、最終侵入の際にですね、バーチカルとラテラルのガイダンスに従ってアプローチするやつです。まあ、基本的には IRS と、はい、RNP アプローチか RLAB、はい、バロ VLAB アプローチ、これに使いますね。はい、では FCU のセットはこれで終了です。はい、ではですね、これでプリパレーションコンプリートです。了解です。はい、じゃあさんちゃん、クリアランス取っていきましょうかね。はい、了解です。はい、来ました。はい、じゃあクリアランス確認しましょうか。はい、了解。 FMS 開いて、はい、でクリアードトゥーニューソスエアポートアズファイルドテイクオフランウェイ3フォーライトクライマーのメンテン6000デパーチャーフリケーシー1196スコーク3745なんで、で、はい、千歳行きと FCU で6000フィート、あとスコーク確認してください。はい、はい、了解です。でフライトプラン開いてください。はい、で千歳ディセンションになってますね。で羽田離陸3フォーライトですね。で、はい、FCU 見てください。はい、イニシャルが6000フィートだったので6000フィートセットしてください。はい、アルト6000セット、はい、セットですね。では、
スコーク確認してください。はい、スコークがそうですね、はい、スコークが3745入ってますね。はい、入ってますね。はい、はい、じゃこれでクリアランス OK です。了解です。ランドサービスどんどん入れていってください。はい、じゃあランプコネクションを押したらマスターウォーニングになりますんで、マスターウォーニングをプッシュしてください。はい、プッシュ。はい、じゃあバゲージとケータリングお願いします。はい、じゃあ一回外部視点で見てみてください。はい、じゃあ来てますね。じゃあ待って、ケータリングが起きて、ランプコネクション始まってますね。はい、はい、今日のケータリングどんなんですかね。今日ね、あのフレンチ、フレンチ国内製じゃあビフォースタートチェックリストお願いします。はい、ビフォースタートチェックリスト。はい、コックピットプリパレーション、じゃ周り見てですね、準備終わってたら OK です。はい、はい、コンプリティッド。はい、コンプリティッド。ギアピン&カバーズ。リムーブド。はい、サインズ。サインボタン。あー、それですね。はい、これが、はい、オン、オート。はい、ADIRS。はい、ADIRS の、そうです、そうです。データをして、はい。で、ワンレフト、ポジションのところで、はい、まあ、ナブがアラインされてますね。はい。はい。OK ですね。はい、ナブ。はい。はい、じゃあ次。UL コンティティ。はい。UL コンティティ、チェックド。はい。じゃあ、テイクオフデータ。で、パフォーマンス、はい、FMS のね、あ、そうそうそう、パフォーマンスページ見てもらって、はい、テイクオフですね。はい。はい、セット。はい。バロ、リファレンス。はい。ライン、ツー、セット。はい、ライン、ツー、セット。ダウン、トゥ、ザ、ライン。はい。はい。で、ここでですね、お客さん乗り終わったということで、ブリッジ外してもらいましょうかね。了解。外れてますね。外れてますね。はい、じゃあ、プッシュバックリクエストしましょう。はい、了解。じゃあ、プッシュバックリクエストしてください。はい、了解、リクエスト、プッシュバック。で、プッシュバックリクエストアクセプトされましたね。では、ビーコン入れてください。はい、了解。ビーコン。はい。では、じゃあ、ビフォアスタートチェックリスト、ダウントゥーザライン始めてください。了解。ダウントゥーザライン。はい。ウィンドウズ&ドアーズ。はい。クローズド。はい。クローズド。ビーコン。オン。はい。スラソレバーズ。アイドル。はい。パーキングブレーキ。オン。はい。ビフォアスタートチェックリストコンプリーティー。では、パーキングブレーキオフにしてください。はい。パーキングブレーキオフ。じゃあ、ここで。プッシュバック開始されましたね。はい。で、プッシュバック、この後は芝生突っ込んじゃうんで、ライトに曲げてもらいましょうか。了解。はい。では、プッシュバックライトでリクエストしてください。はい。了解。では、ステアトゥーザライトになりましたね。はい。では、ところで止めてもらいましょうかね。はい。はい、いいですね。ではね、パーキングブレーキセットしてください。はい、了解。コミット戻ってパーキングブレーキセット。はい、じゃあエンジンスタートしましょうか。はい、エンジンモードセレクター、あ、そこです、そこです。はい、これはイグニッションスタートにしてください。はい、了解。はい、そうです。で、エンジン2のマスタースイッチをオンにしてくださいね。あ、それです。はい、はい、エンジンパラメータ見てください。はい、あ、エンジン2が、そうですね、はい、景気表示されましたね。N2 系が上がってきました。はい、あ、で、AGT も若干上がってますね。はい、で、フュールフロー入りましたね。はい、で、これで着火 OK ですかね。はい、20% ね、そう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 。で、はい、EGT400 度台ね。で、N2 が 60%、はい、そうそうです。では、エンジン2がアイドル値になったんで、はい、エンジン1スタートしてください。
同じ要領でエンジン1のマスタースイッチをオンにしてください。了解。でエンジン1もスタートしますね。アイドルを待ってください。はい。でエンジン1、はい、待ってますね。あれ、サンちゃんいる？います、俺もいます。はい。N1 がですね、両方とも 20% 足しましたね。アイドルになりましたんで、はいはい、エンジンのモードセレクター、これをノーマル1に戻してください。はい、了解です。はい。はい。で、グラウンドスポイラーアームしてください。はい。で、テイクオフラップしてください。はい、1ですね。はい。はい。でですね、トランスポンダー通常プッシュバックだけでもオートにしております。了解。でですね、APU をシャットアウトしてください。APU ブリードオフです。はい、APU ブリードオフ。で、APU マスタースイッチオフしてください。はい、APU マスターオフ。で、これで APU シャットアウトされますね。はい。はい、これで、アフターサードチェックリストをお願いします。はい。はい、アフターサードチェックリスト。ラージャー、アンチアイス。アンチアイスは、アンチアイススイッチ。今日いらないんで、はい、上のアッパーパネルのアンチアイススイッチですね。はい、そこです。オフですね、はい。何もライトついてないですね。はい、了解。オフ。はい、イーカムステータス。はい、イーカムステータス。特にないですね。そこですね。はい、チェック。はい、ピッチトリム。はい、ピッチトリム。セットされてますね。はい、ピッチトリムセット。はい、ラダートリムはゼロになってます。そうですね。はい、ラダーゼロ。はい、アフターサードチェックリストコンプリティ。はい。クリアランス取っていってください。了解です。でタクシークリアランス来ました。アクノレジを聞いてください。はい、アクノレジしました。スリーフォーライトまでのタクシークリアランス取りましたので、はい、タクシーライトオンにしてください。はい、タクシーライトオン。タクシーオン。ではパーキングブレーキ、そうですね、オフですね。はい、パーキングブレーキオフ。はい、これでタクシースタートしてください。はい、ではスラスをちょっと足して、はい、ではスリーフォーライトまで行ってください。はい、了解。わー、手振ってないですね。え、手振ってないですね、この足。失礼だな、はい、まあ、右に座ってんの俺か。そうディスられた。単にディスられただけや今。